はようございます。釣り子 TV です。今日はですね、千葉県の亀山ダム、2月8日です。今日はですね、ベイトを2本にスピニング1つの、3本タックル持ってきてみました。これでクリクリいろいろ巻いて魚探していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ釣り場の方に到着しました。またですね、ボート屋さんの目の前からスタートしていきたいと思いますよ。結局なんだかんだいろいろ竿を使ってはいるんですけど、もうこのジグロッドというかテキサスロッドが一番しっくりくるんで、今日も。いろいろ竿は持ってきて投げてるんですけどね、なんだかんだこれが一番使いやすいんで。中層をフラフラーっと泳がしてるイメージなんですけど、よいしょ、で今日もですね、こんな感じでパワーゴビのアラバマリン、これを投げていきます。投げて軽く沈めて、でそこからクリクリとゆっくり巻く。でこれがパワークランクの5って言って、ギア比の低めのリールなんで、こう釣れないとどんどん焦って早巻き早巻きに体がなっていっちゃうんですけど、そういうのをリールをローギアにすることによってゆっくりと一定のスピードで巻く。で当たりは巻いてるとこうコンコンクーって感じで来るんで、で中層で狙ってるので、来たらまあ大体魚かなっていう感じで、あとは風の当たる面をどっちに当たるのかなと意識しながら行っていきたいと思います。風がちょっと北寄りの風ですね。今日準備してるところから見て誰も流してないなって感じだったんで、thank you。
着水のショックで刺さっちゃう感じ。どうなんだろう。まあ魚かもしれないですね。いや、わかんないですけどね。今のはたまたま途中でなんか一回違和感があって、そっからおかしいなと思ったらああなってたんで、もしかしたら普段は結構この投げたショックでかかってるなーってのはあるんですけど、たまたま今のは、なんか一瞬感じたんですよね。ベイトがいないな。ゴッとしてやっぱベイトの群れとかが映ると気分出るんですけどね。だいぶこの前来た時より減衰しましたね。あそこの岸際、かぶってたからな。お、来たか。朝一フィッシュ、朝一フィッシュ、朝一フィッシュ。はい、朝一フィッシュ。やったー、やったー。でかい。やばいね。アラバマ。半端じゃねえな。今日も美味しいのいただきましたよ。いやー、これは嬉しい。はい、朝一フィッシュいただきましたよ。いいサイズ、朝一のチャンス時間にアラバマでいい魚来ましたよ。おい、サイズを測って逃がしたいと思います。ルアーはですね、またタワーゴビーの、真ん中に食ってきてますが、真ん中じゃないですね、サイドのやつに今日は食ってきました。口閉じの48.5、超えだね。48は超えたぐらい、8.3 ぐらい。ありがとうございます。はい、計測 48.5。 じゃあ逃がします。はい、朝開始30分で1匹。今日は具合良さそうですよ。このまま頑張って投げてみます。はい、朝まずめ効果でなんとか1匹目釣れちゃいました。ルアーはですね、アラバマリグでパワーゴビーで、竿がファンタジスタのレジスター 70H に、リールがアブのパワークランク5.5ですね。こんな仕掛けで釣れましたんで、引き続きクリクリと投げていきたいと思います。